はい、半間家の本家の半間岩尾先生です。私がね、政府に貸してる土地131坪をね、500万で、政府に買っていただけないかということでね、お貸しておりまして、で、次の契約からですね、もし今年中にね買っていただけなかったら値上げしないといけないということで、まあ駐車場を車で換算しますと、1台の駐車場7坪ぐらいなんですけど、で1000円の価格でお貸しするように、ね、調整してくださいということでね、まあ、通常5000円なんですけれども、5分の1で、ね、今はもうちょっと安いんですよ、それが。でね、これをね、駐車場月ですね、月駐車場1台につき土地の貸賃を1000円に、まあ、5000円でお貸しするんですけど、通常はね1000円でね5分の1ということでいいですからね、で現在1000円よりももうちょっと安いんで、1台の駐車場のね料金を1000円に安定、正常にね、していただくださいと。でもしね、大変でした、もし買っていただくんだったら、私ちょっと65歳まで生活費がちょっとかかるんで、年金もらうまでですね、あと5年かかるんですよ、今還暦でね。で困ってる時なんで、131坪の土地をね、500万で売ることができますということでね、本当は売りたくないわけなんですけれども、それだけで年に30万円ぐらいね、貸し賃今の計算でいけばね、次の契約からだったら30万円近く、ね、25万ぐらいになるわけですね。結構大きいんで、ただ65歳まで年金もらわないときついんで、早く前もってもらうときついんでね、安くなってしまうんで年金がね、それで500万で買っていただきたいなということを言ってるんですけれども、管理者がね、私用の人がいないんで、これは決めてくださいと、ね、村長もいらっしゃいますけれども、人間というのはそんな知能がですね高くなくて、どんなに優秀な人でも、ノーベル賞って取ってる人でも、博士を取ってる人でも、普通でとても利口な人でも、私の1000分の1もね知能が低いんですよ。そこでね、私の力使いましてね、500万で買ってもらおうというふうに手続きを したいんですね、役所の方でね、政府でね。で、もうちょっといけば1000万ぐらいで売れると、10年以内だったら1000万ぐらいで売れるようなもんですからね、政府が買っても損しないから、それで私がちょうどね手続きしてるんで、ちょうどいい回なんで買ってくださいということでね、いうふうに力を入れました。力入れなければ、政府の方はなだれ出しになって、私の考えで動きませんから、誰もね、上の能力者でいませんから、人間たちにね、ということですね。で私の方は悪いことでね、買ってもらうということをしてないということを公開しまして、ね、今年中に強制的に500万で買ってもらうように力かけてますよということで、必ず買ってくださいということですね。少し戦争になりますけれども、人間たちとの間ね、これはしょうがないですね、今年中にね買っていただきたいと、500万でね、ということです。まあ正規にね、このように公開してね、世界中に公開してね、私の持っている駐車場の土地の権限を政府が500万で安くしておりますからね、私が緊急というか、少し困ってる時ですからね、
お売りできる。本当は売りたくないんですけども。で、来年になったらもう売りませんということでね。契約は、1台の駐車場の広さの7坪に対して、5000円ですけども、1000円で次から契約をお願いしますと。もし、今年中に土地を買っていただけなければ、ね、次からは、その指定の、ね、1000円ということでね、あの 月ですね、駐車場の、ね、自動車、今自転車で貸してるんですよ。自転車置き場で貸してるんです。ですから、場所が同じでね、駐車場と同じ土地で、車も入れることがあるわけですね。で、駐車場1台について月5000円取るところを1000円でいいですから、ね、これをちゃんと正規の値段に値上げしてくださいと。で、それをしなければ契約はしませんと、出てってくださいと。ね、政府に、要求しております。大家としてですね、土地の持ち主の、で、次の契約まで5年以上はありますから、ね、で、また政府がお金なかったら今年中は安く500万で買ってくださいということも、通達しましたので、電話でね、新潟県西蒲原郡弥彦村、ね、役場の担当者の方にお願いしまして、電話でだけですけどもね、もし欲しければ契約書もお送りしますけどね、言っていただければすぐ1日以内にお送りしますけどね、翌日には届くと思いますけどね、ということでね、まあ、必要ないかと思うんですけど、電話でちゃんと話しておりまして、村長の方にも話していただいたということは、電話で確認取りましたのでね、あと時間もあるかな、ということでね、どうも、半間家の本家の半間巌先生でした。どうも、じいさんは村長やってました。そんなことでね、どうもありがとう、そこのですね、役場の。ありがとうございました。